先生の、まあ、9月に入ったわけですけど、うん、日本経済 の、 あの健康診断をするとどんな感じですか？あのね、3月17日に大震災があって、3月4月っていうのはドシャーンと国公有生産の水準なんか下がったわけですね。これはもう工場が被災した、あるいは日本全国の原材料や部品の供給も、いわゆるサプライチェーンがね、寸断されたわけですね。そのために生産能力がガタッと落ちた。ところがね、幸いにして5月6月は急回復をして、このままいったら7月8月の予測指数、生産予測指数で見ると8月にほとんどね、あの落ち込み前の水準まで戻るかという情勢だったんですよ。ところが7月蓋を開けてみたらね、予測で 2% 以上伸びるはずの生産がね、 0.6 かな、なんかいくらも伸びない。それから予測ではね、8月は上がるんだけど9月は同じぐらい下がる。つまりね、7、8、9はほとんど足踏み状態だから、急回復した4、6が足踏み状態に入るという状況のことになってきたんですね。この急減速は何かというと、生産回復の急減速は何かというと、それは言うまでもなく7月1日からやった東京電力と東北電力内の大口需要家に対して 15% の節電という、そのあれは強制的な命令ですからね、節電の制限の、電力使用制限の命令を出した。そのためにずいぶんいろいろ工夫をしてね、休日返上で、やって、でその分は9月以降に回そうとか、まあ、いろいろ工夫したけど、なんといってもそこで生産力の伸びが足踏みしちゃったんですね。でその結果何が起きてるかっていうとね、とにかく復旧復興の方には生産したものを回したい。そうすると何が足りなくなるか、輸出の方には回せない。だからあれでしょう、8月のアメリカ の、 あの自動車の売上高2桁で伸びてるのにね、なんとトヨタとホンダだけが2桁で落ちてる。あれ物が回ってない。だからそれはね、輸出の方を抑えて、生産能力が落ちちゃったんだから、しょうがない、輸出の方を抑えて復興復旧に回してるんですね。それからそれでも足りなくて輸入を増やしてるんですよ。だからね、貿易収支はね、赤字になっちゃって、これが4、5、6、7月も赤字ですよ。そういう状態に今なってる。近代じゃない状態です。これでね、4、6の GDP が発表になったでしょ、この前ね。でマイナス成長になりました。中身見たらね、国内はプラス成長ですよ。国内の成長強度はプラスですよ。ところが外需の方の成長強度が大きくマイナスだから、トータルでマイナスになっちゃった。この傾向はね、ひしくも続くんですよ。とにかくあまり生産できない、しかも復興需要はある、そっちを優先する、と輸出を抑える、輸入する。だから市畜の成長率、まあ、プラスに戻るとは思うけれども、そんな大きくプラスには戻らない。それから外需の方が悪い。でね、外需については今ね、ヨーロッパは大変なことになるでしょ。でアメリカも明らかに おかしいですね。それでこれは言うまでもなく、リーマンショックの後のバランスシート調整がより長引いているからで、日本の失われた10年と同じ現象が起きているからですが、これを何とかしようっていうので金融をものすごく緩和しちゃった。で金が途上国、特に新興国や資源国にもある。でそこで資源のバブルとかインフレが起きてくる。そうすると新興国いや資源国もほらインフレやバブルは抑えなきゃって、引き締め気味にする。新興国、途上国の方も資源国の方も成長鈍化、こういう世界の情勢の中で結局バランスシート調整はやってないわ、
バブルもインフレもないわっていう国、日本だけですから。そしたらやっぱり日本円が安全資産になっちゃう。日本円とスイスフランと金が安全資産だなんてことになっちゃう。だから今円高が進んでるわけですね。世界情勢がそういうふうに、米欧が停滞し、それから新興国と資源国が鈍化してる。そして円高だ。だから日本の貿易収支が悪いんだって解説する人は大勢いるけど、冗談じゃない。その前に日本は生産能力がなしてなくて輸出に回せない。そういうか輸入増やしてる。そこに原因があるわけですね。だからね、これで9月に入って9日までに電力使用制限で 15% 節電節約、大口需要改善ですね。これが解除されましたね。ああ、よかったねと。電力不足で大規模停電も起きなかったねと。あるいは制限令 15% でさらに強化して20とか25とかやんないで済んだね。ああ、いいことだ、いいことだ。よかった、よかったって言ってるけどね。私はね、この節電の陰にね、大変な経済損失が起きてるということを忘れちゃいけないと思いますよ。今言ったように、要するに生産能力が落ちちゃう。あるいは消費が萎縮する。そのために、復興過程で四六にずらーっと勢いついて上がってきたやつが、四畜に足踏みをしてるわけですね。で、日本人のね、美徳の中にね、節約がいい。石鹸節約。これは日本人の美徳でいいんですよ。だけどね、この電力について言えばね、省エネルギー、省電力、省エネルギーの技術を発達させて、そういう商品を増やし、そういう生産設備を増やして、生活の在り方も、省エネルギー的に変えていこうと。こういう節電はいいんですよ。だけどね、生産能力を下げちゃおう、生活水準を下げちゃおう、それで電力節約しよう。これはね、一見美徳に見えるけど、経済的には非常に大きな損失。それをやっているのに、ああよかったね、やっぱり日本人は節約の美徳があるから、こういう捉え方をしてる新聞なんかあるんですね。冗談じゃないよ。ダメだ、節電はダメですよ。省エネルギーはいいですけどね、技術的に。それはやっぱり生活水準を向上し、国民の生活が第一の政治をし、そして復旧復興をしていくためにはね、電力を使えるようにしなきゃダメですよ。電力供給を増やしていかなきゃいけない。そこのところが分かってない。で、電力供給を増やしていくんだということになると、もちろん、あれですよ、新しいエネルギーの開発ね、風力とか、太陽熱とか、そういうのもちろん大事ですけど、これだけじゃどう計算したって間に合わないね。だから今しょうがないから火力だということで、化石燃料ですよ、あれだってね、いくら、LPG 増やしたって、あれだって出るんですから、炭酸、二酸化炭素がね。だもんだから、その環境維持、地球温暖化対策という方をなおざりにしちゃって、火力発電でね、やろうとしてる。で、野田さんは非常にはっきりと、老朽化した原発はやめちゃいますと。それから、今後は新しい原発作りません。これは脱原発ですよね。発電の供給能力がどん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 落ちていったら、俺は僕はね、この冬だってね、また大口の需要管理に対して電力使用制限令を出さなきゃ乗り越えられないかもしれないし、来年の夏考えたって、長期的にね、ちゃんとその復旧復興を賄うために企業がじゃんじゃん生産できるのか、あるいは国民生活がそれで向上するのかというところが怪しくなってきちゃうと思うんですね。だから僕はね、原子力発電についてね、しっかりしたね、研究今からやらないといけないと思うんですね。ただ単に原発はもう長い目で見てやめちゃうんだと、
そんなね、その無責任な、ね、計画じゃダメですよ。いわゆるムードとしての脱原発っていうのがメディアからもどんどん発信されてますから、うん、そうそうそう、国民が全体がそういう気持ちになってますね。なってますね。そう、国民がそういう気持ちになるのはある意味ではね、うん、こんなひどい目にあった後ですから。しかしね、そこは冷静に考えなきゃいけない。そういうことを冷静に考えて国民にアピールしていく専門家がどんどん出てこなきゃいけない。そういう専門家を使った政府の会議を行い、方針を出していかなきゃいけない。